無限地獄のドンドロを倒してやっと、今日からですね阿弥陀極楽なんですけど、まず最初のボスこいつですね。名前なんて言うんだっけ忘れたけど、さあ僕の今のレベルがだいたい平均レベルが80ぐらいですね。だいたい結構レベル上げたんですけど、よし、泥舟要素楼か。さあじゃあ戦います。勇まし、あれちょっと技が出ない。うわー、その一撃きついな。うん、いいね、読み元帥かっこいい。なまはげもですね、僕信号のイベントで仲間にできたんですよ、やっと今更なんですけど。後悔、あー痛いね。よしよしよし、いい感じ。豪快、よっしゃ。全然でもダメージ入らないですねはメンバー変えるか。不死身行こうぜ。あーっ、なんちゅうやつで殴ってくんだお前は。よし、次はハゲオロチ。あ、そうだお前それやるんだった。くそーくそー、なんてことすんだお前は。そうだそうだ、これこ強制的にサークル回されるんだ。うわー、いきなりか。あ、よかった、全然大したことなかった。あれなんですね、本家の大釜があのカエルの妖怪なんで水系の攻撃に強いんですよね、きっと多分。くそ、ちょっとサークルが回せない、サークル回せないよ。よし、さすらい玉。ちょっと爆弾きついな。うん、あの結構レベル上げした甲斐がありましたね。結構戦えてるな。よし、あ、お前そんなこともすんな。お払いできねえじゃん、サークル回せねえからお払いできねえじゃねえかよ。半分削った。よしよしよし、いい感じ。あー、でも一人しかお払いできないか。ちょっとね、一角はちょっと一角はやられるとまずいんだよな。あー、もう来るか、ちょっとサークルが回せないのに。あぶねえ。お払いができないのが厳しい。くそ、取りつかれたか。後悔。あー、くそ、いつになったらお払いできるんだ。ちょっと、よしよしよし、お払い。いって、今のいって、一角がまずい。よし、一角、お前の好物がよくわからない、未だによくわからない。とりあえずハンバーガーあげてみたけど。よしよしよし、うわー、一発か。
影オロチは水系の攻撃弱いんですね。あー、また来んのか。どうしようどうしよう。あー、漢方を使いたいけどやめた方がいいな今は。よし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 、サークル回せる。勇まし、あー、生ハゲやられたか。生ハゲは攻撃力が高いんですけど打たれ弱いんですよね。よし、影オルチ公開。よし、もうどんどん技出していこう。あー、くそくそ、何すんだってお前。あー、また来んのか。3発目か。うん、レベル上げした甲斐があったな。これ勝てるな。あ、不死身光線がまずい。今いるメンバーは、あ、ま、よかった、サークル回ってくれた。よし、生ハゲ。あー、くそ、何すんだって。うわ、くそ。技使いさせてくんないな。うん、大釜は強いな、水系の攻撃。よし、生ハゲ、今度こそ生ハゲ。あー、それ痛いな、それ痛いな、それが一番効くかもしれない。どうしようかな。よし、あ、影オルチがまずい。あと一発、よし、倒した。結構余裕かなと思ったんですけど、8分かかりましたね。うん、平均レベルがだいたい85ぐらいですかね。お、伝説の腕輪、なんだそれ。なんかすごいアイテムが手に入った。伝説の腕輪、何それ。あ、っていうか俺2つも持ってんじゃん。力プラス50、守りマイナス25か。これちょっと使い道がないんだよな。さ、先、あ、こっちも行ける。なんだあれ。あ、なるほど、これでいけるのね。あ、戻ってきちゃったじゃん。これあれだ、なるほどね、これ近道で戻れるんだ。先行きましょう。さあ、無限地獄ね、あのドンドロ倒してこの阿弥陀極楽に来たんですけど、まあ阿弥陀極楽というぐらいだから、これ天国なんでしょうねきっとね。蜘蛛の糸もあるし、これ迷うな。四つ目ちゃんか、あまり興味ないな四つ目ちゃんは。さて、まだキリンが仲間になってないんで、キリン仲間になってほしいんですよね。いないかなキリン。お、なんだこれ、
キュン太郎か。お、ジガジさん初めて見た。あ、そういえば妖魔界にいたな、こんなやつ。好物がそば。残念、そば一つもないわ。そばがないか。よし、じゃあ倒していくか、普通に。よし。あ、ちょっと待てよ。キュン太郎は確かハンバーガーが好物なんで、ハンバーガーあげるか。あ、生ハゲがまずい。地味に強いな、こいつら。よし、倒した。あ、経験値やばい。2052、そんなくれるんだ。いいね、阿弥陀極楽。さあ、奥行きます。もう登ったり下がったり、これめんどくさいな、これ。お、キリンちゃん仲間になってくれ、マジで。ね、僕ね、この一角を持ってるんですけど、キリンと一角どっちが優秀なんですかね。まあぜひとも仲間になってほしいんだけどな、キリンには。キリン、よし、じゃあ倒すか。もう、天下太平の響き。ものすごい回復する。ものすごい回復するな。よし。経験値なんかすごいな、1873。そんなくれるんだ。いいね。さて、もうそろそろ次のボスにぶち当たってもいいんじゃないかなと思うんですけど、またキュン太郎。なかなか次のボスいけないですね。あ、天狗がいる。天狗がいるよ、あそこに。お、やっと次のボス。行くよ来るよでしたっけ。